皆さんお帰りなさい、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。さあ急いで右端に資金調達に行って、で左端の様子を見ないといけないですね。本当は一番見たいんですけど、もうこの通りすっからかんなんで、コインが一枚もないんでね、自分の国民を守ってあげられない女王様ですから、それはいけませんよ。あ、どうですか。出た、いいよ、いい感じ。よし、戻ります。急いで戻ります。お、あー、ここまで下がってるね。やっぱり予定通りあそこ壊れてますね。そうそう。で、ここで、そう、この通り、こんな感じですわ。やっぱああいう途中の岩ですね。が、戦力を削いでくれる。はい、作戦通り。いいよ。で、でかいの来るでしょ？来るよね。来る。多分これを生み出してるのが、まあ、ユピーですよ、ユピー。よし。ほんと、バリスタは命中率めちゃめちゃいいですね。お！素晴らしい。あ、しまった。壁が先だな。壁が先で、復旧は後だ。よし。素晴らしい。被害は、まあまあ。あ、結構やられてるな。こうやって見ると結構やられてるけど、全然大丈夫です。範囲内です。んで、まあ、途中にも、確か盛り土あったかな。この距離が結構あるんでね。はい。壁もうちょい作ります。で、例えばここにある壁から、次ここにあるんですけど、ここに作る意味ってほとんどないんですよ。まずバリスタは、この前にしか攻撃できないんで、例えばここで、この壁に対して攻撃してるあの UP に対して背中から打ち込めないんですよね。だからここに作る意味はない。で、この3人も届かないですね、多分。で、ここなら意味あるんですよ。ここがバリスタじゃなくて、この3人乗りなんで、背中に対してこう打ち込める。だからここは意味ありますね。で、多分、ここしか、どうだろう。はい、復旧も早い。いいっすよ。はい、素晴らしい。見たぞ。一枚返しなさい。ん？あ、ほんでブラトムよ。鬼畜やな。人数が足らんぞ。ちょっと待って、マジで待って。あのね、ああ、そうだな。弓兵を増産しないか。これは楽しくなってきましたね。はい。はい。はい。いいよ。いってらっしゃい。はい。はい、いってらっしゃい。ブラッドムーンだよ。よし。で、パンもまだあるね。よし。さあ、みんなで勝とうぜ。みんなの気持ちを一つにしていこう。もうちょっとお金があると、あそこの壁作れるんですけどね。あ、いいよ。君も仲間になるのね。あー、弓の像がいる。4枚いるわ。
あれがあるのとないのとでは全然違うんでね。しまったな。申し訳ないですね、皆さん。バトル見たいと思うんですけど。よいしょ。バックアップ。すっからかん。来ちゃってる。来てるなぁ。誰だ、倒れたの。ああ。申し訳ない。あーい。足して。壁壊れたな。騎士もいなさそうだな。あ、騎士いなくなったね。うわー、生々しいな。生々しいね、ハンマーが置いてあったりね。はい、ただなーということでね、もう本当に右端は豊かですね。もうお金いっぱいになっちゃうんですよ。多分まだ持ってたんじゃないかな。大工1人の2人目、3人目。多分ここたどり着く前に倒しちゃいますよね。うちのチームは優秀なんで。うん、多分この辺でもうやられちゃうんですよ。いやー、この金槌欲しいなー。そうか、これで壁を鍛えておくっていうのも手でしたね。ただ8枚、コイン8枚はなかなかね、うちの財布じゃ。おお、やる気マックス。素晴らしい。みんなの気持ちが一つになってるよ。あ、申し訳ない。こんな大事な時に。で、さあみんなのダッシュも欲しいし。ああ、そうそうそう。で、騎士兵か。こんな時こそね、騎士兵は欲しい。右足か。あ、やばい。雪がちらついてる。まずい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 。早く終わらせよう。早く終わらせよう。じゃあまあ、夜のうちに、船の修理しますか。高飛びの準備します。農家はもっと増やしてもいいですね。大量にいりますからね。この壁じゃあすぐ、あ、びっくりした。ゾンビかと思った。びっくりした。こんな昼間に敵かと思ったけど、まあこのね、早く人員が欲しいんで、このダッシュを有効利用しましょう。牧草が激減したかな。あ、なんか牧草が減ってる。エフェクトが減っていっている。まずいまずい。あ、農家さんが戻ってきてる。ああ、引退だ。きつ。あー、マジか。すごい音。あー、こういうことです。高台だとサポートできるんで。マジですね。うちの城を壊したくてしょうがない。まさか壊れる。あ、一人だけ残る勇敢な若者が来るな。来ちゃうね。お願い、去って。あー、惜しい。こんなこと続けてらんないですよね。あそこで耐えるのと耐えないのとでは全然違う。あ、体力回復ができない。牧草がない。まずいまずいまずい。これはね。収入止まるよね。止まる。
なんか今日からガスが止まるみたいな、ガス水道止まるみたいな感じですね。走れないから歩いて行きますか。お、ウサギはまだいる。もういなくなるのかな、これから。よし、右端に少しまだ収入というかコインがあったんで、それで38日目か。あー、ちょっとね、もう高飛びメインで考えてます今は。ちょっとね、もう収入は増えないですよ。船すら作れないかもしれない。お、あー、これは違うな。今のはただの、まあ、預金というか。あんなに豊かだった国はどこ行ったんだ。もう走ったらすぐに息切れしちゃう。回復、あ、貴重な一枚ですよ。もう右端へ行くのも一苦労ですね。はあ、はあ、もうキャンプも寒いよ、そんな半袖じゃ。ああ、もう収入ないか。ウサギさんももういないかな。いる。そっか、じゃあ右端までしっかり盛り土があれば冬でも生き延びられるか。これは残ってるだけで新しくもう発生しないか。いずれにせよですね、収入がない以上動けないですね。動けないどころではなく、今後強くなってくる敵の攻撃に対して補修ができないですね。修理できない。雪が積もってきました。収入増やす道あるのかな。本当に今回の失敗は自分のあれですね、認識不足。右側がポータル2つなんだけど、3つある前提で慎重に動かしていた。で、それにコストと時間がすごいかかっちゃったんですよね、右側の開発に。だけど、もっとさっと右を終わらせて、で、左側を固くして、で、高飛びの準備もして、出れた。んで、これは失敗だ。冬は久しぶりに見ましたね。すごい勢いで降ってきたのと、あと雪とトナカイがいいマッチングっすね。あ、やっぱ収入ないか。はい、ということでですね、おそらくというか、もうこれ以上プレイしてもこの島を脱出する資金源を生み出せそうにないので、残念ながらここで終了とさせていただこうかなと思います。敵側も怒ってる。グロワーッとかって今吠えましたね。じゃあもうこのブラッドムーンを甘んじて受けましょう。で、うちの気づいてきたこの戦力っていうものを見せつけて、で、軽やかに散っていこうかなと。何が来ますかね。40日目ぐらいかな。39。
39日目。さあ、ちっちゃいのがまずは来る。はいはいはい、ちっちゃいのはこの子で撃退できる。お、仮面ありだから硬いな。まあやっぱりこっちの、あー、食べられた、食べられた。そうなんですよ、あの空中からの攻撃、うわ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 、ひどい。いやー、めっちゃ食べられた。そう、これは本当に弓矢の像を強化しておかないと。これは盛大に来たな。はいはいはい、4体目か、4体来た。これはすごい、これはすごいよ。うわみんなごめんね、自分の不甲斐ないっていうのせいで。うわ、騎士もあっという間にやられた。この騎士たちは、お、あー、びっくりした、帰ってったのかと思った。ブラッドムーンは帰らないんですよ、日が明けても。あ、全部持ってきますね、コインも持っていくし。よし、バリスタメニューも見せてやる。で、ちっちゃいのを倒す弓兵がいないんですよね。壁は壊れると。よし、あのユピーを狙うんだ。ユピー狙いじゃないとバリスタの価値はないよ。うわー、あっという間に壊れるな、これ。うわこんな感じです、王冠がなくなると。で、こうやってまだ拾えますけど、もうあのコインもないんで、もう取られるしかないですよ、王冠は。あー、うわー、悲惨すぎる。うわ、もう城のものをもうどんどん持ってかれてますね。あ、おばあさんが、パン屋のおばさんが。でも、あの鎌を売ってるあの人は襲われないんですよね。あー、おばあさん、おばあさん。あ、これね、あの息切れしますから、この王女さん。そうしたらもう無理ですよ。うわ、速攻で弓取られとる。あ、ハンマーか。うわ、そうだよね。うわ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 、来ないで、来ない、お願いだから来ないで、来ないでよ、来ないでよ。このワープゾーンで過去に帰りたい、過去に帰ろうよ。あ、もうすっからかん、本当にすっからかん、ワープすらできない。そっとしておいてほしいな。壁乗り越えてきた。そんなにこの王冠が欲しいのか。みんな、みんなごめんよ、本当にごめんよ。あ、この家の中に入れないから、青鬼みたいにこうちょっと通り過ぎてもらうっていうことはできませんかね。岸平さん、もう下がる場所ないですからね。さあ、あ、でもこの人は満腹だ、結構活躍するんじゃないかな。来たよ。あ、背中からの攻撃はダメなんだ。よし。私はまだ諦めない。まだ諦めない、この騎士兵さんがいる限り。まだね、 UP が来るから。そんな甘いもんじゃない、騎士兵でも倒せない。まだいる。で、あの子がコイン取られて、うん、で持ってかれちゃう。
来たよ。岸平さん、どうしますか。うわ、すごい。かっこいいよ。うわっはっは。吹っ飛んだ。めっちゃ吹っ飛んだ。え、この人何？岸平さん、助けて、もう。拾えないんだ。こういうことです。こういうことです。いや、申し訳ないです、皆さん。こんな感じでですね。まあ、負けるというのはどういうことかっていうと、こういうことなんです。王冠を失わさせていただきました。ということで、次回はですね、次回はこの3つ目の島をしっかりリベンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。